皆さんどうもこんにちは、イノファンゴーです。エルデンリングにおいて特殊な武器を強化するために必要な模色の探石、1から4の無制限入手方法の動画はすでにご覧いただけましたでしょうか。今回は5から8の入手方法をご紹介します。しかし今回入手する模色彫りの鈴玉は普通にプレイしていると高確率で発見できます。1から4の動画を出した手前、残りを紹介しないわけにはいかないとの思いから公開しています。取り忘れてどうしても見つからないという方の手助けになれば幸いです。それでは参ります。まず模色の探石5と6が買えるようになる模色彫りの鈴玉3ですが、巨人たちの山霊の第一マリカ教会の前に落ちています。ロルドの割り符入手後でしか通常は来ることができない場所ですので、王とローデイルクリア後に向かってください。ロルドの大昇降機から登り、祝福の導きに沿って進むだけで到着できます。氷結湖から第一マリカ教会の間にはボスがいますが、無視して突っ切れば到着できます。続いて模色の探石7と8が買える模色彫りの鈴玉4は、崩れゆくファルムアズラの竜巻を望む炉台の祝福横に落ちています。このステージは火の巨人を討伐した後でしか通常プレイでは入れませんので、あらかじめご了承ください。ステージに入ってからここまでほぼ一本道ですので、特に迷うこともないでしょう。いかがでしたでしょうか。通常の探石も同様に、今回見たく超絶簡単な場所にあったとしても、けじめとしてきちんと動画化したいと思っております。今後ともご贔屓にしていただけますと幸いです。それでは皆さん、バイバーイ、またねー。